昨日、佐渡の金山の推薦書の暫定版をユネスコに提出をいたしました。今日ユネスコへの推薦書の再提出を発表した永岡桂子文部科学大臣。佐渡の金山をめぐっては今年2月、世界文化遺産の国内推薦が決定し、来年の登録を目指して政府がユネスコへ推薦書を提出していました。しかし、再提出をしたいということでユネスコに推薦書の不備を指摘され、地元への説明がないまま来年の登録を断念する事態に。どうしてこうなったんだろうというのは正直な気持ちでございますので、再来年以降の登録へと仕切り直し、先週永岡文科大臣が佐渡の金山を視察。不備が指摘されていた砂金を採取する導水路跡の記述について、政府は記述を修正し、暫定版の推薦書を再提出しました。まさに一歩前進と、文化遺産としてですね、価値というのは全く揺るぎないものだと思いますので、しっかりとそれを世界の多くの方々に、各国にですね、理解していただけるように取り組んでいくということだと思いますね。しっかりとね、ユネスコと議論しながらですね、確実な世界遺産登録に向けてステップを踏んでいただきたいというふうには思います。政府は来年2月1日までに正式な推薦書を再提出し、再来年の世界文化遺産登録を目指します。